かるな。はい。わかるな。え、さよだぜ。え、さよだぜ。さよだぜ。さよだぜ。僕ちょっと英語喋れないんで。え、急に財布出せってカタカナって言われたの。いや、財布出せ、分かるやろ、大体。財布出せ。何も持ってね。持ってるやろ。え、持ってるやろ。何をですか。持ってねやろ、手持ち。それで、よこせってね。え、手持ちをよこせ。手持ちをよこせ。何言ってんの、お前。え、出せ、早い。先生、僕英語喋れないんで。小銭入っとんかい。はい。入ってんやろ、ポケットに。入ってないよんかい、お前。慣れてんのか、お前。いや、僕そんな潔癖症なんで舐めれないです。じゃあ、え、あ、舐められないです、はい。何言ってんねん、飛べ。え、落としたら入ってるってことやからな。チャリンチャリ言うやろ。はい、どう、飛べ。あ、僕、あの、飛べないです、そんな。飛べや、飛べるやろ。いや、鳥じゃないんで。違う、飛べ、普通に。ポケットに何本入ってるか。わかりました。どこ行くねん、おい。おい、何してんねん、はい、何してんの、お前。いや、これや、これ。それだ、あれやろ。え、飛べ、こうやって、こうやって。いや、僕、鳥じゃないんで。ちょ、ちょ、何言ってんねん、お前。財布出せ、ほんなら。財布出せって言われても、なんだ、英語わからないんで。何こいつ、マジ。何やねん。あ、僕、わかるやろ、これ。なんじゃないです。人間です。いや、何やねんって言ってんねん。僕、なんじゃないです。人間です。はぁ、ひぃ。こいつ、腹立つぜ。わかるやろ。カツアゲ、これ。カツアゲ。早い話。それ、何の食べ物ですか。カツアゲ。カツアゲ。トンカツですか。カツアゲ。トンカツをさらに揚げてるもんですか。二重揚げですか。何言ってんねん。はい、出せ。カツアゲや、わかるやろ。ビビってんやろ。え、ビビってんねやろ。ビビ。ビビたるもの。え、ごめんなさい。ほんまに分かんなくてすいません。ほんまに教えてください。芝居とるわ、マジで、ほんまに。芝かな、わからん。芝かな、わからんか。芝かな、わからんかって言われて、そう、カタカナ、僕わかんない。なんでそうなんねん。財布出せってめちゃめちゃ日本語やんけ。財布出せって言われても。なんで財布出せってなんだよ。財布出せって言ってんの、俺。金よこせ言うてんの分かるやろ。カツアゲや、これ。どこが食べ物ですか。食べ物。とんかつ揚げと二重揚げですか。お前、されたことないんか、カツアゲ。え、出せ、ちょっと。何してんねん。ない、そう。お前、何やねん、こいつの味で。何も持ってないやんけ、ほんで。むちゃくちゃ手ぶらやんけ。いや、正真正銘の手ぶらやんけ、こいつ。なんもないやんけ。お、何やねん、これ。何がしたかったんですか。カツアゲや。それどこの食べ物ですか。カツアゲって、金よこせ、言うこと、財布出せ、金よこせ、言うこっちゃ。金よこせ、財布出せって言われて。なんでそうなんの。もう肩から分かんないんで、フランス語ですか。なんでそうなの、お前、なんなん、マジで。財布出せ。何やねん。僕、人間です。俺のこと舐めてんねやろ。僕、潔癖症なんで。お前、俺のこと舐めてんねやろ、言うてんねん。潔癖症なんで。おい、こんなん初めてや。だついてくんなって、俺、むしゃくしゃしてこうやってうろうろしてるだけやのに。ちょっと、なんか壁みたいにすんなよ。いや、ちょっと一緒に動くなって。僕、飛べないんだよ、ほんとに。これジャンプ、フライじゃなくてジャンプ、ジャンプ、フライ。うん、とんかつを揚げてフライしてる。その話はね、トリプル揚げですか。何言ってんのお前、マジで。え、トリプル揚げだったら僕、お前腕掴むなや。トリプル揚げだったらお願いします。お願いします、トリプル揚げ助けてください。トリプル揚げ食べさせてください。ボタン取れた、もう。お願いします。もう制服のボタン取れた。助けお願いします。すごい力。え、ちょっと待って、助けてください。誰か止めって、その場でジャンプってことですか。そうや。ああ、ありがとうございます。ポケットの中手突っ込んでましたよね。そうや。よかった、入れてください。いいね、取れない、腕取れる。ストップ、ストップ、ストップ。助けてください。腕取れる、腕取れる。弟子にしてください。いや、最強ヤンキー。僕英語喋れないんで。いや、最強ヤンキー、最強ヤンキーです。弟子にしてください。弟子にしてくださいって言われても、なんでそうなのですか。全然英語っぽくないですよ、弟子にしてくださいって。弟子にしてください、ついていかしてください。最強ヤンキーですか。最強ヤンキーやったら僕あの苦手なんで。くそ、これも通じへん。最強や、この人。え、最強。
いや僕さ、出身は京都じゃないので。どうしたらやねん、どうしたらやねん、この人とどうコミュニケーション取ったらやねん。チャンネル登録よろしくお願いします。ジャルジャルのネタサロンに入って一緒に楽しみませんか。ジャルジャルタワー。